朝が来ました。昨夜死んだのはっ !?6 番。それやっちまってるわ !7 番。いやいやいや、それはきついぜはい。じゃあ、商人家ランダムシロ、なし部屋に入りました。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。間もなくゲームスタートです。身分を確認してください。対戦ありがとうございました。朝が来ました。 昨夜は誰も死にませんでした、うん、4番のプレイヤーは発言してください,ださいはい4番はい、えー、おはようございます4番いのり村人陣営ですえー、っと、そうですね初っ端なということで、えー、まあ、自分が言いたいことを言っていこうと思います えっと個人的には、えっと、揚げ足取りみたいな、えっと、たたき方は好きではありません。なんか、なんだろう、例えば 3CO になった場合の話をした場合に、うん、なんか、先が見えてるから、人狼、もしくは人外じゃないのかっていう、そういうような、なんか、揚げ足を取るようなたたき方は、えー、好きじゃありません。そういう人は、私は、<laughs> えー、くよく見ます。 5番のプレイヤーは発言してください,ださいはい、おはようございます。ってことでね、まあ、4番さんね、このゲームね、上げ足取るゲームだからね、うん、その辺は勘弁してほしいかと思うれる、上げ足取る人狼さんもいるからね。上げ足取るよ、ね、うんね。そういうところをつ,ついていくっていうところで、4番さん,、うん、ちょっと防衛的な感じの発言かなと思いました。っていうところで、私ね、 この霊能者がいる部屋なんだけど、霊能にやっぱ色見てもらいたいんですわあ。だから霊能ロラっていうのはね、正直好きじゃない。二二番目になったら正直ね、占い師から行きたいぐらいなんだわ。うん、<え>霊能の色見て色を見つけていきたいっていうのが私のね、この新規曲じゃない超人気曲の。ファ私はね、<laughs> はい。うん、信仰っていうか好きな信仰なのかなと思ってますんでね。どういうことですか 見たい色見させてあげたいため22だったら裏いしから行かせてね以上6マさんどうぞ6番のプレイヤーは 発言したい、3番白、3番白、占い師です、占い師です。まあ、とりあえず、えー、進行論から話したいと思っているが、えー、例のについては、絶対2周目の段階では潜伏とかやめてね、4番の時点では絶対に出てね、一周目出なくてもいいが、それだけお願い。そして、カディードについて、3、1、2、2なら潜伏でいいけど、それ以外なら出て、えー、2、2番面でやった場合、2、2番面でやった場合、絶対に私声を寄せてほしいと思っている。 はい、グレー護衛とかいうそういうアホな護衛先ってやめてほしいと思っている。グレーが噛まれてグレー幅が狭まるっていうのは全然あり,あり,ありやから。カリードについてはお願いします。そして、噛み抜かれた場合、えー、グレーが噛み抜かれた場合に、ね、潜伏してて、うん、明日朝一使用してくださいね。そ,れこの,その先に GJ は起こらない。で、えー、触れていく。4番については2周目やし、5番について占いから行くっていう進行はムラにないよ。はいえー、私が噛まれた場合、太鼓を釣ったらいいだけやから。うん まあ、とりあえず二週目から来る要素っていうのは取れてない。七番。のプレイヤーは発言してください。はい七番霊能者です。霊能者です。で、えっ、ー、と、四番さんの、まあ、揚げ足取り嫌い。まあ、気持ちはわかるが、揚げ足取りゲームだということはね。まあ、まあ、まあ、分かってると思うけど。で、えっ、ー、と、五番さんは、えっと、人間なら占らいから行きたいって言ってたんだけど。まあ、色を、霊能に見させてあげたいって言ってたけどさ。 まあ僕にねもし対抗が出たとしてもえっと例えば初日に黒釣れたとしてもまあ僕は黒釣れたらもちろん黒って言うけど対抗は絶対白って言ってくるから色は見えなくないっていう意味で22なら占いから行くっていう進行はマジでよく分かんなかったっすね。色が一致するとはほぼほぼ限らないじゃない。なのでまあ。 新しいいなと思いました、ねまあそれが即断人外目かって言われたら分かんないけどちょっと5番は痛んだなと思いましたで6番さんはえ人間なら彼戸超えは自分でって言ってたけどまあ占い狼の方が強いから、まあ、そこはどうかな、まあ、6番さんそれ以外は別にいいと思ったかなはいそんなとこですねレアノです8番のプレイヤーは 発言してください。さいはいおはようございます。村人辞任しよありません。6番さんが3人白、7番さんが例の把握しました。4番さんから触れていくと、4番さんは僕は結構白く見えてしまったっていう感じかな。声色的にもフィーリング的にもあるんですけど、まあ、その発言内容で、あのーあのー、なんだっけ、あのあの上げ足の取るとかいうの、そういうのをやめてほしいって言ってたのはシンプルに村目線なのかなって思って、まあ、そういうゲームでもあるけど。 一番上げ足を取るのは人狼だと思ってるから村目線かなと思った。対して5番さんはそういうゲームだよって言ってて、うん、若干人外っぽいのかなと思ってしまったかな。印象の話なんですけど、うん、まあ上げ足を取っていこうって思ってるのかなって、シンプルに思っちゃったかなっていう感じ。だから4号に関しては4の方が印象いい。6番さんに関してはしっかりしてるなって思った。あと5番さんの占い行くのは僕はちょっと怖いかなと思ってる。7番さんは、えー、潜伏しても6番さん発言からまあちょっと7の C に見えたら九9番。 のプレイヤーはい4番さんから触れていきますと、まあ、4番さんは真っ黒に色落ちなしですね5番さんは気になったかな22で占いからうん例のローラーが嫌いかうん占いの審議って例の写ってる間につけた方が確実だとは思ってるんで、うん、そこはちょっと、うん、違うかなと思ってますで6番さん番さんは22でも守って

1>, 1番のプレイヤーは発言してください。はい、占い師です。お願いします。3番三白、三番3白です。白白<ー>ですね。ラッキーですね。<laughs> えー、4番さんについては2周目聞かないとわからない。で、5番はみんつから叩かれてるんだけど、5番さんっていうのは占いを釣りをしてるんだよね。2周目も本当に釣りをしてるんだったら、強目も老目もないと思ってる俺は。うん、5番は2周目に期待、すごく期待。 で8番は4番と5番で5番の方が印象悪いって言ったんだけどまあ村目線の進行だったらそう思うかなと思うただ5番に関しては、えー、2周目だと思ってるよ8番さんで9番さんが6番さんに対して、えー、新芽があるみたいな感じで言ってて、えー、新芽が相当取れてたら大国からつってもいいんじゃないかって言ってたんだけどえー本当に6番の芯が見れるんだったら、えー、グレーから詰めてくださいグレーからっていうところです一番言ってることが分かんないのが9番3番白ね 2>, 2番 のプレイヤーは発言してください。はさいはい、霊の使用します。霊能者です。あれの出るんの。最高の七番さん、人外確定なんですけど。えー、僕七番さん、強靭で見てますね。うん。五番さんの、えっと、まあ、黒っぽい、みんな黒っぽい黒っぽいって言うけれども。大体みんな、七番も出てる、七番と二番を、あの、ローラーするんでしょう。うん。その盤面しか見えないよね。うん。たまには決め打ってやってもいいんじゃないの。 逆にそうやって占いから行く人もいるんだから、僕は全然歓迎ですね。で7番さんは、えっと、占いをどうせ釣っても白しか出ないんだから、黒出せないんだから、色落ちないんじゃないのって言うけど、それは7番さんが色を出したくないだけじゃないかな。うん。<laughs> だから素直に釣られた教授、えー、に見えますね。うん、はい。僕は全然占いから行ってもいいと思う。えー、僕に仕事をさせてください。<laughs> <laughs> 4番さんの進行論については 二周目ですあこれコイン追加良かったっけダメダメ,ダメだと聞きますあ大丈夫だよねはいえっと4番さんについては別に二周目かなって思ってますねうんダメはい三番のプレイヤーは発言してくださいもう聞いてないのかねはいえー、っとまず占い師に関しては現状六が死んだと思う六番さんがもしまあ人外であればあそこまで狩人公営の話だと ああなんか、ここで俺が2叩いたらさ、うううンン対抗だからとか言われたら嫌なんだよなしないと思うし。2周目コイン追加なしね。まあ6は人外であったならば、<も>まあ、話してないとこに、まあ、真の占い師がいる中で、俺にしろっていうのをなかなか信念は高い。うーん。で、霊能に関しては、7、2だったら2の方が真っぽいなっていう印象は受けたかな話ね。 えっと7番さんって例のであれば、まあ対鼓が白でたから色見れないんじゃないっていうけど、自分目線の色はしっかり見れるからそこから考察とか伸ばせれるんじゃないえグレーに関しては4番のプレイヤーは発言してください。お待たせしました。 3審確定ってところですね。えっ、ー、と、そうですね、6番さんが、えっ、ー、と、新占い師確定の盤面で、もしかしたら霊能、例のに、オオカミ、あれ、全然考察が鈍ったな、ちょっとでえー、新居だった場合は、オオカミさんが、 隠れてオオカミさん、隠れるってまずないと思ってるので、うん、7二に、えっ、ー、と、のの可能性があるのかなと思ってますそうであれば、えっ、ー、と、5番さんの占い師から行きたいっていうのも、あらかじめ、何、よ予定、えっ、ー、と、うん、占いじゃなくて、例の出るわってオオカミさんで話し合ってれば、5番さんの発言っていうのは、特に白くはならないのかなと思ってます。 で、72にオオカミがいた場合、えー、それを霊能から行こうとしなかった発言をした5番さんは、普通に怪しくなるのかなぁと思っていて、えー、そうですね。なんで572ロラすればワンチャン終わるんじゃないかなぁと思ってます。572ロラで全然番目を。 5 7にロラでワンチャン終わるはいなので今日は、えー、7-2から、うんえー、完水でいいんじゃないんでしょうかと思いました以上です5番のプレイヤーは発言してくれなぁ4番さん超黒いなぁ <laughs> <laughs> 7-2完遂どういうことそれ、えー、これもうさ1番さんかなりムラリあることしてて平和村作ってるからね、うん 正直何、何私が黒いってどういうこと占い師から行くっていうのが黒いことあじゃあ何で見てるんですか占い師さん、あなた目線。あの時点では、はい。かなり一番さんのムラリアル発言は良かったと思います、はい。でね、27にね、ローが出てる可能性があって、今日ね、グレーですよ、4番さん。今日、レ能ノなんていけません。グレー行きます。というか、超4番黒いっす。 ああもう1番さんがね、ローあのごめんなさい、狩人で出た瞬間のなんか、童謡っぷりああ。私4番さんから行きたいかなと思ってます。1周目みんななんかちょっと、怖い色とか白っぽいねとかって言ってたんだけどね、うん、今の2周目のなんか、私から行きたいとかよく言ってる意味がちょっと分からなかったですね。うん、はい。その後に、なんかな27を完遂で、どうのこうのこうの。うしい。はい、知らないじゃん。よくわかんないです、私。4番さんが村だったら、かなりやばいと思ってますよ。 まあ6番さん進行でいいんじゃない、まあ、?6 番さんが本当に色見たいところっていうかね、6番さん釣りたいところに私は一応合わせはしますけど、うん、私は4番さんに行きたいです。はい。以上です。あの、例のはね、あ2番さんの方が死んだと思ってる。あ2番さん、あそこでわざわざね、例ので出てくるメリット、狼だったらないのかなとは思いました。うん、はい、以上。6番さん、どうぞ。六番。 のプレイヤーは発言してください,ださい頑張らんで済んで良かったなーって思っていて2番がオオカミじゃない普通に5番視点あ5番視点じゃないか普通に霊能にオオカミやと思っていたら心境進路を作りに来た2番がオオカミっていう考察ならへんのかなそして5番って4番が黒いって思うんやったら霊能ローラーから釣りをしているっていうことで 4番の相方ってグレーにいるっていう考察にはならないのかな。5番の方言ってる方が黒いと思っているんやけど。うん。3番に狂人目がないって思っているから。うん。どうなんかなこれ。白っぽくのがいいんかな迷ってんねんな。2番の方が、正直2番の発言あんま聞いてなかったんだ。ただから7番殴りしかしてないなって印象やから、2番の方が偽っぽくは感じたかな。なんとなく。あんま聞いてなかったけど。 え普通に8番っておかしかったよなーって思ってんねんけどな。8番が4が白いのがフィーリングとかどうのこうのって言ってんのかな。どうなんだろう。うん、え、どうしよう。俺、白圧迫狙ねないやったら4番占らないが妥当やと思ってんねんけどな。なね、4番が2番から行きたい。霊能から行きたいって言ってんのが、狂人っぽく見えないかな。うん、難しいな。どううしようか1番さん 今のところ、占い位置、別に占い位置は明言していいと思っているから、4番やと思っているから、4番以外から行きたいと思っていて、5番の発言全然白く思えへんかったなぁ。5、8のどっちかでいいんじゃないうん。4番が素直に言っているのであれば、狂人っぽく、狂人じゃないと思っているから、狼か群れと思っているから、はい。白出ても狂人じゃないと思うから、4番を占いたいと思っているかな。はい。以上かな。7番。 のプレイヤーはは発言してください、はいえー、とまず12番目ですねで6番さんの4占いっていうのはまあいいとは思うけど4番さんを占った場合のディスクとしては4番さんってこの状況で5 7にロラしたら勝てるんじゃないかとか言ってるんだよねちょっと僕としては視点が合わないなっていう理解はできなかっただから4番さんはミスリーチになりかねないから4番さんを処理しておくのは一つの手かと思う残さないためにねでえっ、ー、と太鼓の2番さんだけど2番さんって占い師から釣っちゃいましょうよ 自分はそういうのもありですよ。色見たいからって言ってたけど、僕、死んだし、えっ、ー、と、二番さんが、ね、あなたが死んであっても占いから行くっていうのはないでしょ。死ん占い師から釣っちゃうぐらいだったら僕は自分で霊能したローラを飲みたいけどね。そういった点で二番さんが占い師から行っちゃいましょうよって言った点で、二番さんを人外で見てほしいのと、一二番面であれば、えっ、ー、と、一番さんを狂人だと判断したかわかんないけど、つかえっ、ー、と、六一に狂人だと判断して二番さんが狼出てる可能性っていうのは十分にある。その場合は最終日で二番さんと,、えー、と戦う。 ててくれれればそれでいいと思ってる僕はだから、えっ、ー、とー、今日はグレツメでいいです。今日はグレツメしましょう。2番さん釣ってほしいのはヤマ,ヤマだけどね。マロシって飲めないだろうから今日はグレツメしましょう。で、えっ、ー、と、5番さんが2番さんに対して新目を置くっていうのはマジでわかんないんだよね。なんで ?5 番さんっていうのは2番さんが狼出るリスクはあるから2番さんが死んだと思うって言ってたけど、え、じゃあ狂人は見ないの ?2 番さんが狂人って世界を追わないっていった点で5番さんは少し黒くなるかなって。うん、2番さんの何を見えてそういう発言をしたのかなっていうところね。 えっと、そういった点では3番さんも同じような発言をしていたけどスライドが確定している今の盤面でもまたなお2番さんが真に見える5番さんは黒いかなと思ってるだから釣ってもいいんじゃないかなうーんそうだねそれぐらいかなまあちょっとミスリーが怖いから4番さんの色はちょっと見えてないけど4番さんから処理しておくっていうのは一つの手だと思う1番さんに決定権があると思うから1番さんが釣りたいところでいいんじゃないうんそうだねそう思う8番 のプレイヤーはは発発言言ししてください発言しださい、はい、発言しますそうですね、現状、いや、僕は4番さんはやっぱり白いと思ってるんですけどね、その、うん、理由って言われて、まあ、1周目の,そのやっぱり、オオカだったら言わないような発言だったと思うんですよね、上げ足を取らないっていうのは。うん、だからっていうのと、2周目ので、4番さんの考察は5 7に釣り切ったらっていうのは、本当に僕は分からないけど。 えと結構2番3にロー目があると思ってて、まあ、それはさっき7番さんが言った、2番3売らないから行きたいって言ってるのが、えー、進路あるのかなと思ってたときに、24っていうのはまずないと僕は思ったからっていうのがプラスアルファかな。えー、と2が結構ローメに見えてて、27だったら2の方が2攻めかなと思ってる、7番さんのさっきの発言っていうのはオムラリあるのかなと思ったからっていう点と、2がローメがあるのっていうところ。で進路で考えたときに4がないっていうところから、今日は4は行きたくないかなと思ってる。うん 059なんですけど、まあ、5番さんの,そのまあ4番さんへの、4番さんめっちゃ黒いから始まったんですけど、僕はそう感じなかった点が、やっぱり僕とは人間が違うのかなと思ったっていう感じかな。9番さんに関しては、結構誰も触れないけど、僕もあんまり印象がない、19はないなって思ったぐらいなんですよ、ね、相変わらず4が白いっていうのはおかしいけどね。9番さんへの触れ方で19はないかなって思ってたぐらいなんですよ、ね、9番さんに関しては。うん、だから明確に5が人外って。 だと思うっていう感じかな、うん5番さんは、えー、と完全グレーからっていう発言で、まあ、45比べた時は5の方が陣害9番さんには関しては色違いない27に関しては二の方が真に見えあ違う違う、7の方が真に見えてるっていうところですねはいうん、まあ、今日はグレーでいいと思ってます27の進路も僕は追ってます以上です9番のプレイヤーは 発言ししてくださいしださい、はいね、お願いします、まあ、2七に関しては、今日はいいでしょう、まあ。最終場面まで残れば、進路を追わなきゃいけないのかなぐらいで考えとけばいいかなと思ってます。なんで今日はグレーで。うん、で、まあ、4番さんの発言は、まあ、確かに2七を釣り切って、うんと思ったんだけど、うん、それはまあ、気になったっすかね、普通に。で、5番さんが4を叩いて、4番さん釣りたい。 発そ、うんで8番さんが、うん、と8番さんって1周目も4番さん白いって言ってて今日も4番さんを擁護してる面あるから、うん、48ラインも普通にあるのかなとはちょっと見えちゃいましたかね、うん、で今日の釣り位置なんですけど俺は5番さんの意見の方がどっちかといえば、うん、入ったかなっていう感じなんで4番さん かもしくは1番さんに決めてもらえばいいんじゃないって7番さんが言ってたんだけど俺1番さんに調子たたかれたからちょっと喋っておくけど俺6番さん新芽に見てるんじゃなくて6番さんが22だったら守ってって言ってたことに関して22、うん、で6番さん守られるってことはよっぽど6番さんのシーンが高いっていう状況じゃなきゃいけないからそうなったらもう太鼓を釣っちゃってもいいんじゃないっていう意味で言ったのね。 うん、もうもう一番さん借りだからいいんだけどさ、はいなんか急つ急釣りでって言われそうだから一応その説で説明しておきます。急な八番ロロこの段階で見るか,かね。ただけどどっち勝て言ったら四番さんで釣りたいかなと思ってます。以上。ま九番さんの言ってるその二二の番別名の話はよく分かった。うん。うんその話はよく分かる。その弁明はね。二五ロジクで考える皆さんが四番を釣りおすのは少しちょっと見当違いかな。 と思ってますねだから5番は違うと思う315番は違うと思う89だと思うんだよね78きたやん84の白木は謎すぎるわでも正直0度から行った方が俺は安定だと思うんだよね <laughs> それはマジで落ち着け <laughs> それマジで落ち着け 2> 2高いのは皆さんおっしゃってる通りですうんじゃあ2からいって 2> 2 7のシ決め打って明日2つる進行でいくのかっていうところですよ そこ大丈夫ですかうん。たぶん今日私噛まれちゃうんでそこ大丈夫ですかっていうところですね。グレーから詰めるんだったら7のシーンを決め打つっていうことで大丈夫ですかはい。えグレーチューそうなの ?5 は2を新目で見るって言ってるから。<laughs> グレーから ツーノの7進決め打ちマジいや、グレーつって6が黒打って、他のところが黒打ったらそこでいいじゃん。5、6っていうのはおかしいよ。なんでグレー詰めて、明日6が黒見つけてくれ、それでいいじゃん ?7 番さんが言っていた、その4番さんが SG1 になりかねないからっていうのは、ちょっと不思議な感覚に襲われましたね。だから、4、5落としてグレーツめる。 うん、グレーだったら8か9かなとは、ね、ああいいよじゃあ8行く ?4 と5はないかなって今の現状思持ってもいいんですけどね45つないんだまあまあだったら8行きたいけど89なら8行きたい僕はね2番から行きたいかなと思ってるその辺ちょっと3番さんの発言も聞い8ゲームをってて <laughs> んでだよ ?1 時間でちょっとラインとか見えてくるんじゃないですかラインとか二番 強があるんんだから番7進進行でなんでなもう7に決めるのよ、うん、僕、普通に初め4番さん、4番さんでいいんじゃないのと思いましたけどね、だって4番さん、自分の釣られる、えー、懸念があるから7人に向けてきたのかなって僕は思っちゃいましたけれども、7番さん、やっぱり強人で見てます、4がミス,り可能性んミスる可能性があるから釣、えっときたい、えー、でも5の方が黒い。 5の方が黒いんだったら5に行けばいいじゃないのって僕は思いますけどね。行けない理由が何かあるのかなって思うと5番3人以外なのかなってちょっと思っちゃった。うん。48ラインすごい見えるんだけど、初週からここまであるかなと思ったらあんまり見れないんだよね。うん。いや、どうなんでしょうね。8は7、うん ?8 はえっと7を残そうと僕を釣り落してるような感じはする。いや、わかんないな。僕グレーだったら4行きたくないな。 僕8番さんか5番さんか行きたいな5番行きますブエブレだね5番行くってなら5番は狼じゃないから三番,番がさいはいえー、っとまずグレーの中で白いなと思ったのは9番さん9番さんは位置的にもそこでまあもし人外であれば占いとかに出そうな感じもするし うーんかつ、精さもね、真っ当だったと思うし、1番さんに対して、いや、俺、こういう理由だったんだよ、だから17、11決めたらみたいな発言も、なんか村っぽいなーって、狼っぽくないなーっていう感じが受けた、で、やっぱりグレーの中だと黒いなと思ったのは48なんだよね、4番さんって明らかになんか平和になって、すごい戸惑っていて。 まあ、新郎新居を作りたかったのに、まあ、1番さんがカりすらしたことで、まあ、戸惑っちゃったんじゃないかなと思ったから、うん、自分は4番さんから釣りたいなと思っているで、うんえー、やっぱ45にどっちか人がいると思うけどな俺平和になったっていうことも加味してなので今日は4行きたい以上ですワンチャンに釣れねこれ <laughs> ワンチャンに釣れんじゃね グレーからだったら8、レーモだったら2って言ってたからね、1が。いや、無理か。まあ、2入れるわ。<あ>僕は2入れるわ。いいおらじゃないべ。ましたヒット。アタックチャンス 2>, !2 番のプレイヤーは、発言してください。さいグレーから行くって言ったやん。<laughs> 最初の発言でなんでそんな黒く見るのよ。そういう進行取ったってたまにいいじゃない。七番さん強人だからグレーから詰めた方がいいよ。もう僕釣ったんだったら七番さん釣って。もう結局こういう進行になるじゃん。1478。1478。1478。あーどうなんだろうね。これ追加いいよね。マジかよー。 だだかららにに見られんの普通にそういううい面あると思うんだけどな2は白なのか黒なのか言いたいことは全部言ったけどね、四番さんは自分に縄届くん釣られるのが嫌なのかなって思ってこっちに向けてるような風はあったけどね、四トラインあるのって八だけなんだよな。八番さんあんながっつりつないでくるかなわ、うん、からへんわ。進行上五番さんは一緒だけれども、七番さんが黒一じゃなくて、 あミスリーチを釣りたいって言ったらどうなんだろう ?6 が5に黒を撃たれた後の布石にしか見えないんだけど。いやーもうなんで俺からなんだよ。くれ言ってくれよ。黒来い黒。ねえ黒っぽい。かよーした朝が来まいた昨夜死んだのは 6番それやっちまってるわ七番いやいやいやそれはきついぜ22白ね2白えっ、ー、ええー、いやあのね3番3角白ね2が白だから2が強靭なのよだから3番3角白で3番3角白しようでしょえっ3番3角だったら6守らないと 一番さんが偽ですねじゃあ。あ、そう。一声え、どういうことえ、意味が分かんないわ3番さん。サ番さんしろだからいいけどさ。まあまあいいわ。えっと、自分視点というのは3番隠しろで、え、2番さんが共通だったことから3番さんが隠しろで、3番さんは、えっと、仮しようってことはサーバさんは真です。なので、一番さんが偽ね。一番さんは、おえっと、仮度使用してて、6番さんが噛まれてることから、1番さんは破綻している。1番さんは、6番さんを絶対に守らなきゃいけなかったのに、噛まれてないから。 だから一番さんは、えっ、ー、と、人外で置いていいですよ。これは皆さん、村目線の相違でいいと思います。えー、一番さんを落として、えっ、ー、と、8、9、4、5なんだけど、えー、っとね、8番さんと4番さんにラインがあるって言ってたんだけど、これ誰が言ってたんだっけえー、誰だ,だっけ ?9 番さんかなないよえっ、ー、と、平和村だったら、平和村でラインを作る必要はないから、平和村だったら8、8、4のロだったら叩くでしょ。一番さんはそもそも今、狼だからいいんだけど、それを、えっ、ー、と、指摘してるのは謎だったね。 うーん、ま、あ三番さんは9番さん最初に降りてるんだけどさ。まあ、4、シンプルに4なのかなうん、9番さんは確かにね、大金めたらないし、出そうなもんだもんな。うん、19だと、連携取れたらすぎだもんね。今日は絶対1ですよ。今日村目線で1釣れない進行は弱すぎる。うん、6噛まれてるからね。三番さんはアーマーだと思ったんだね。うん。1は5円も言ってないしね。ちょっと迷っとくけど、ま、あ発言聞きたいかな。 8は,なんそう8はなんでそれで4番さんの白を見えまくってんのかなってそれも気になったかな今日は一釣りですよ8番のプレイヤーは発言してください,ださいはい発言しますえー、っととりあえず六番さんのシーンですごくがっかりしたなーって感じ1番さんは僕100%狼だと思ってるかな昨日霊のから行こうって言い出したのは1番さんだし えー実際投票も2に行ってる点から1番さんは絶対狼だと思ってる1番さんの意見を聞いておは霊能でもいいかなって思っちゃって2番に行ったんですけど今日は7も釣る勢いで僕は2に行ったし27さんの言い言い白かったなって思ってましただから今日は絶対1番さん行ってえっと、27は絶対強人だから明日グレー詰めてもいいのかなと思ってる7番さん死んで決めつつわけじゃないけど まあ今回、945の話聞いて、明日も聞けるから、そこで精査して、精査しきれなかったら7一ってもいいのかなっていう感じで見てます。で、1番さんは絶対狼で、これで48がないこともあの分かってもらえたと思ってて、えまあ、4番さんは白いっていうのは、いやま、まあ、その、1周目のトップバッターの時の印象がちっやっぱ強くて、2周目聞いたときも、そこまで白あの黒いとは思わなかったっていうところかな。 もう一回、えー、945の話は聞けるので、そこでしっかり精査したいなと思ってる。9番さんがまあ誰からもあんまりヘイトを買ってないのは、僕はちょっと気になってて、5番さんがヘイトを買いすぎてるのが気になってるから、まあ、そういう視点で見ていこうかなと思ってるかな。今日は1つって、日はたは、えー、945の話は何回か聞いて、まあ、黒いところを見,見つけれたらなと思ってる。3番さんには6を回ってほしかったって、本当に思ってますね。 ま7番さんから別に黒要素はないけど2番さんからの白要素はあったと思ってるから7も今日も僕は追ってます。以上です。9番のプレイヤーは発言してください。うんはい、昨日例の行っちゃったんですね、うん。そうなると7番さんのシーン7番さんのシーンを新置きするんであれば。 もうそうそですね2番さんが強人になって3番さんが白角なんで3番さんがシーンっていうことになるんだけどあんま見てなかったな、うん、1一番のこれ 2>, 2番さんの遺言であ2番さんのシーンも普通にあるのかなと思っちゃったんだけどそれは俺だけなのかなあ君だけだ7番さんが強さんで強人だった場合はどうなんだろう 7番さんが狂人だった場合は、あ,あそっか、どっちも3が白,白角だから3が真なんだね。うんと。今日は1でいいのか、じゃあ、その辺ちょっと分かんないな。うん、今日1つでで、7番さんはそのまま真置きするのかえー、ちょっとそれがよく俺、若干不安なんだけど。3、うん、番さんが狼だった場合は、2、3、1のどっちか狂人があるんだよね。 追いいにくいかなでもねうん六番は、<laughs> 6番さん噛まれると思わなかったな1番さんの守り先一を教えてください、はいうん、7番さん新進行するんであれば1番さんは狼確定になるんですねうんなるほどね分かりましたまあそうですね平和村だったら48ラインがない4はないか1が狩流のすらしってあそこまで動揺するかね相方で んどうしたらいいんだろう。一番さんの守り先とか発言、一番さんの発言聞いて、まあ、普通に一番さんに行きたいなとは思ってます。六番さん、噛まれてるからね。一番のプレイヤーは発言してください。私が真なんで、守り先なんか言うわけないじゃないですか。いや、ちょっとね、ごめんなさい、欲張っちゃいました。欲張って、えー、私が見たと思って、ちょっと欲張っちゃいました。守り先は絶対にいません。ありえなね、絶対にいません。 7がローを確定した盤面ですね、これ。7ローの3強。で、9番さんが発言おかしいことから、やっぱり8、9詰めの方が良かったかな。9ローだと思いますけどね。3のローは絶対ないでしょ。3は絶対今日なんで。7ローです。7ロー。7番さんっていうのは、えー、昨日4番さんから行くって言ってたんだけど。 ちゃっかり2番さんから投票してるんで、7のシー新決め打ってほしくて、そ、えー、うなったらすごくラッキーでね、大根役者だなと思いました。ん私、シーなんで私っつったらもう負けですよ。負け。PP 負け。絶対7番だから、絶対に7番。7ロー確定してて、えー、あー、じゃあ、視点ぐちゃぐちゃな9番より8番の方があるのかな。7、8、ロー,ロー 七八ロロ。ーいやこれ一釣れないのはないよね <laughs>。四五は,はない。ここで安定で七とか言わないよねみんなね。大丈夫。二番進二番進でさダメでしょ占い師からとかって言っちゃう。うーん。 1>, 1番3のラインで9番3はないのかな7釣りですよ7釣り今日昨日2に釣った以上いや,ーで,いやーでももう分かんないライン精査がされるって前提で動いてるからねラスールは8か9にいると思う今のところラスール8か9は本当にいるんじゃないかね。7釣って3が今日見えてるから89いきましょうよ明日897釣って明日89いきましょうよ3が強靭なんで3番のプレイヤーは 発言してくださいいや、ほんと申し訳ない。ほんと申し訳ない。<laughs> これはね、もう俺、ほんと申し訳ないしか言えないわ、これ。6番さんにはほんと土下座だわ、これ。いやー、俺ね、1がね、人外だったらね、わざわざ部屋にして、占いしか借りうどすらなんてしないと思ったから、1番さん、普通にアーマーだと思って、1番さん守りました。で、グッジョブ出て、出たら、まあ、明日6番さん守りでいいかなと思ってた。 まあ普通に考えて1の人外っていうのは分かるでしょう。9番さんは何を考えてるのだって1って狩人誘導しようって昨日1しか狩人誘導しようしてないのに噛まれてないで6番噛まれてるんだよ。この盤面で1が人外じゃないと思えないのはちょっとおかしい、うん。やばいよね。か9番。九がローだったらそんなロコじなうそうだよな。1のラインで9は,9はないと,うと思うんだけど。ないね。1> で1番さんが、まあ、間違いなく噛まれるから絶対。<四> だから一番さんがロー。で、1は強人だったら0ロなんて押せないし、間違いなく狼です。で、まあ、2 7七が新強だから、7の新名はちょっと上がったかなっていうところ。あ今日は一ずりね。で、一番さんの発言聞くと、8と9ばっかり触れてて、8、9殴りが多く。 で、4号には全然触れてないから、うん、これをどう取るかなんだよね。8と9のライン切りと見るか、単純に4号に相方がいるから、触れな,いだけなのか。いや、もう今日は白,白決め打ちわ。9, <ー>9は白決め打ち。初週の 1, か1が9に殴ったのと、ね、9が1に弁明したのか、ね、白い。初週から白いと思っている。でうん、4号詰めたいな。で、俺番、4号だったら5の方が白いんだよね。 ま,あちょっとまだ発言聞かないと分からんけど今日は絶対血釣りで4番のプレイヤーは発言してくださいえ全然盤面を終えてないんですがただ引っかかったのは3番さんが1番さんのことアーマーだと思ったって言ったんですけど 1>,、うん、1番さんってまず占い師をして かつ狩人としようで、なんかそんなアーマー、え、村人のアーマーってことですよね、3番さんが言うアーマーってことは。全然、アーマーには思えなくないですか、昨日の場面はって思ったのと、昨日の場面は、だって <laughs>、あの場、ええー、って思う、3番、うーん、なんか、 三でも白だからね。盤面で見たら三番さんの方が真高いですけど、今の発言で一番さんアーマーだと思ったから守ったっていう全然意味が分かんなかった。っどこど,どう見たら一番さんのことアーマーと思えるんだろうって言ってそうじゃないんだよななん今の発言で気になったんですけど、録画ん, <laughs> ん,んだよ。黒くなるんですかね。全然三番さんの偽というか三番さん偽でお茶目な三番さん表情で。<laughs> え7番さんが、えー、ローの可能性も全然出てくるのかな。4村っぽいな。8号ローだと勝てるかな。えっと、例のでローっていうのも全然あるなと思いました。1番さんが固た,たくなに、えー、占い先じゃないわ。えっ、ー、と、守り先言わないのも、うん、うん、でも今の3番さんの発言がかなり、 うーん人外目が高すぎて。マジで言ってんのえっと、すごく3番さん偽なんじゃないかなと思ってて、<laughs> でて今日は7番さんか、見たいなと思ってます。いや、やばすぎるちょっと待って !3、はい、番さんが2周目、この2周目、2日目の盤面ですごく白く見えたのが、 2>, え2番さん、7番さんを死んで、すっと決め打たないところ、本当に死んでおっていいのかなーって、ふらふらというか迷っていたところは、私は村っぽく見えました。<ー> <laughs> 今日は7番さん、5番。やっぱり初日に4勝しとけなかったなこ、これ。発言、発言したら言ってんじゃん。もう4番さん村だったら、この村負けだよ。今日は絶対1枚行くよ、絶対1枚行く。1番がね、真のカリウだとしても1枚行く。<laughs> もう1これ、真のカリウだとしても、6守れなかったですよね。もうね、負けです、村。はい。 そう、あなたは人外ですっていうか人狼です、1番さんはい、で4番さん村だったら負け4番さんを4村だったら負ける4番村だったら負けこれ、するんですか4番さん最後 <laughs> はい4番村だったら負けちゃうまじでもう7番さん、申し訳ないけどもし1番さんで終わんなかったらもちろん7番さんは行きたい俺はあ申し訳ないよ、この7番さん真の霊能かもしれないけど<え>はい ただ4マんがねちょっと黒すぎるっていうかねデフォグロなのかなこれあーもう一4ローローズしか終えないんだけどそう考えると7番さん残してもいいのかな以上そうだよねあした1点ないくんだよこの進行論でありえオラじゃないべ四つるかでも四つる1番 ちょっと待ってこれ <laughs> 4が村だったら勝てないよ4俺かよ <laughs> 番イちょっと俺も LINE 切るんだよねれ 2>, 2番3ん真なんでマジで PP ですよちょっと感情ずり多くないですか感情ずり平和村作れてもう仕事したわと思って だったらもう一個仕事してやろうと思ってやったんですけどダメでした逆に白ろなのこれ,こ,しなこれやだよ5、8、ロラしたいけど,いけどそこはもう間違いないそこはもう間違いないですいや本当に申し訳ない明日 PP 負けですね以上夜が来ました目を閉じてください今朝選ばれたの目を開けて人狼でした 朝が来ました昨夜死んだのあよかった参加まレだ3番4番のプレイヤーは発言してくださいーだえー、3番さん死ぬんだっていうのがちょっと驚きなんですけど <laughs> 私の考察ずたぼろですねずたぼろすぎるわやたらなんか嫌われてるというかデフォグロって言われたんですけど なんか昨日の時点では3番さん噛まれる前は、えっと、1進の3強陣の7八かなと思ってて、8番さんっていうのは、えーまあ、太鼓の7番さんの対鼓に初日入れてることと、8番さん自身のことを頑張って白いって言ってくれてるなっていう、なんかラインからつなげてくるあたりが、雰囲気あんまり。 えー、白いとは思えなかったので七八楼楼の三強人かなーって思ってます。<え>これで PP ないってことは七八楼三強人ってことですかね。うん。こううことどういうこと全然分からなくなったんですけど、と,と,とりあえず。えっ、えだいぶやってんのえー、ってえ ?1, 1二世ってことは七しってことなのか。で黒。 ええー。ええー。わからないです。1番さんの相方です。ええー。一番さんはとりあえずないと思ってて。<laughs> 4、勝した方がいいかな。なんか昨日のマイナで負けるのだけ嫌なんだけど。5、八だったら五番さんはシンプルに私のことなんか嫌いなのかなっていうので、8番さんが初日からやったらラインつなげようとしてるところが私は怪しいと思うので、C っ <laughs> て言うなら8番さんかな。ただ1、八のラインあったかって言われると、 うんなんかあんまり理由はないですけど単体で俺四ローで分けるのマジなんだけど。気になる。まあ、黒いのは八番さんです。スタボロですいません以上です。五番。いやーどうしよう。このプレイヤーは,は発言してください。さい,いや別にヨマさん嫌いじゃないよ嫌いじゃないけどうんあそこは一番さんは絶対行ってもらいたいところだったかなはいあー。 わかった、じゃあ4番さんは今回だけは白組よ。じゃあ今回、今日だけね、今日だけだよ白組るのは。はえじゃあ今日89のどっちかから行こうかな。うん、えぇー。89のどっちかからあー。7番さん、アンテリ君くんだったら7番さんなんだけど、あー7番さん、あって強人でしょあんの ?7 番さんのローって。7ローとか終わーくティーからね。うーん、俺はないと思ってるんだけどね。5、うん、58の順でしょ、すこれ。 うーん、俺はどっちか、89のどっちかから行こうかな。じゃあ4番、8番さん行くなら8番さん行こうかな、私。うん89、どっちかから行けって言われたら8番さんから行くかな。9番さんの方がね、うーん、1番さんなんか言ってたよね。1番さんが9番さん釣りにされちゃうと困るからって初日でね。あれ、91ロー,ローだったら言うかな、あんな発言。1番さんに会えて、そんなさ なんだろう、9番さんが1番さんに、えー、もうなんか釣られちゃうかもしれないから一応弁明しますね1番さんにみたいなことを俺言わないと思うんだけど91、ね、ローローだったらああだからね1が黒だとしたら9の相方としては相方としては素晴らしい、うん、4か8だと思ってるうんプランテで行くなら7番さんになっちゃうんだけど俺は8番さん行こうかな4番さん今回だけ白く見て どう思うかな7番のプレイヤーは発言してください、うん、5の見方は正しくてえっ、ー、と9番さんはもう白をキきしないといけないと思う9番さんは1級はもう考えられないであのあ一1番黒ね1番黒ででえっと7行く進行はないですよで4番さんは昨日ねじゃ今日このいや僕4番さんが狼で負けんの嫌なんだよだから4番さんを処してから4番さん釣ってから えっと、58精査でもいいんだけど、4番さん、14って、1番さんがスライドして、あのビビり方で今日3回見でしょ ?4 ローに見えねえんだよなぁ。っていう感じ。4ローに見え、だから4ローで負けるの最悪ね。もう僕の精神的にきつすぎるから、今日4釣ってから、58精査でもいいと思うんだけど、今日4釣らないんだったら、4釣らないよ、僕。うん。で、5番さんの9への白沖は良かった。 9の白沖の精査の仕方は僕と全く同じだったからもう9がカメだったらこのゲームは勝てないと思うからだから今日8行くうんで8今日だけ白きして8行くって5番さん言ってるけど僕8つって思わんなかったら5行っちゃうかもしんねえわあ今日7釣りだけは絶対ないっすよ4番いやどうしよっかなこれちょっと待って僕決定権割とあると思ってるから悩むわ4番さん…だって もう考察意味分からなすぎたよな3強7八郎見たんでしょ1が6守れてないのにそんなオオカミいるかなで1番さんって9番さんをぶん殴ってで8番さんもちょっとだけ触れてたんだよねそういった点からも8番さんオオカミってるのあると思うんだよね8番さんって露骨に4白浮きしてたから8番さん今日4まだ白浮きできる無理でしょ多分うん8番さんは今日どこを黒く見るかな8釣りはありだと思う今日8行こうかな 8行くか、じゃあ今日は8番のプレイヤーは発言してくださいいや俺は本当に釣られたくないいや今日どこ黒く見るかっていうかそれ本当に困ってるんですよねどこが黒いんやろうって考えてて一郎塾でもういちいち芯だったとしたらもう負けてもいいんで一郎塾で僕は考えてて 1、老塾で考えたとき、えー、結構一周目、あの初日の話なんですけど、4番3か、まあ、僕が釣られそうな感じだったんですよ。でどちらかといえば4番3だったと思ってます。そして1番3っていうのはそこから例のに行かせようとしたから、4を守ろうとしたのかなっていう精査で一応あるのかなっていうのと、昨日の4番3は僕は結構黒く見たから、さすがに。あの段階で1が真の可能性を負ってるのは、正直村じゃないと思う。 9に関しても若干1のシムを追ってたというか、本当にいいのかなっていうのがあったから、そこは気になった。<ー>で、昨のの2週目と、と、えー、の日2週目じゃない、昨日の最後、えー、っと、昨のの最後で4が黒くなって、昨日の最後で5が若干白くなって、今日でもう一回5が白くなったって感じかな。で、5さ3は、えー、普通に1の相方だったら、今日あの一貫して4ずりでも良かったのかなって思ってるから。 1・5は薄いのかなと思ってて、やっぱり1が2・7、あ、に、のー、話をすらした1・4っていうのはあるのかなと思ったから。<laughs> でも1・9も全然あると思ってる。1・9の昨日の1番さんの <laughs> ライン切りっていうのは全然あると思ってるから。9がは分からない。白く見えてて、1・4が一番濃くて、その時点で1・9で僕は見てる。本当に僕ずりだけは飲めない。あそう昨日の5番さん白くなったのはあの4番さんへの精査と7番さん を明日釣るかもしれないって言ってたのが白く感じたかな。いや本当に僕だけは飲めない。本当に僕村だから。四級ローラしたいかな。うん。今日は四級。4ーローラは無理だわ。ーーのプレイヤーは発言してください。は,さいはい。今日行きたいのは八番さんかなーと思ってます。四番さんの考察がちょっとずれすぎてて。 すぎててってっい9だったら勝てないからね、も<ー>もううはいいよなんか4番さんが狼に見えなかったんですよね。<laughs> で、5番さんに関しては、うん、初日、追加しますうん初日からまあ4番さん叩いてて、そこの点に関しても、2日目、きょ <laughs> 日,日のか、今日もなんですけど、それに関しては、印象が普通に良かったというか、4番さん叩きはまあ分かるかなって感じ。 だからまあ白くは見えてはいますって感じかな。で、昨日1番さんつって、7番さんつってない進行なので、もう7番さんは新決め打ちで行くしかない。今更7番さんつってもしょうがないのかなと思っています。はい。うん。で、番さんがすげえ俺のこと叩いて、8九同列に叩いうん。まあ俺目線同列に感じたかな。8九同列に叩いてて、4、五番さんにはあんまり触れなかったんだけど、 うーん、なんだろう、逆に、触れない、4分453に触れないっていうのは、うん、逆俺、俺目線は八番さんが一番さんの相方なんじゃないかなっていうのがすごい見えましたね。うん、なんで今日は八番さん行きたいです。まあ八行くわ。はい、ただもうん終わらなかったらどうしよう終わらなかったら困るな。終わらなかったらどうしたらいい今日は8番さん行きます。以上。 マジでお願いおって ?Hachiban! ノプレイヤーが選ばれました。ムラダー h a c プレイヤーは発言してください。さいあーマジで最悪っすね。マジでどれつろんやろいや本当 どうなんかな ?7 番さんが言うように、今日の4番さんのトップバッターで3番死んだんやっていうのは、うん、白く見えるっすよね。うーん、今日は8つれると思って4、4番にれるのかな俺、ッッ噛まれるわけないよな。でも、ったら勝ちだもんね、オカミ。いや、もう村に託します。はい。いや9、4、5、ほんま、どれも可能性あると思うし、今日は白け要素もある。4がバカだったらボロ出すよね。 分かってないから僕は釣られても仕方ないのかなはい残念です、ね。マジかよ。夜が来ました。目を閉じてください。今朝、たのは村人でした。朝が来ました。4が狼で1がスライドして盤面狂って混乱したこ<夜>れ<俺>死ぬの ?7 番。 俺死ぬんだ。九番。ええー。俺たまるんだ。発言してください。はい。<laughs> 4, うん、四五。うん、難しいな。こうじゃねえじゃあ。前日にどっちも白目に見てしまってるんでね。こうなると。え、五行こう。じゃあ。まあ、四番さんって初日から、まあ。 発言おかしいなと思ってたんですよ、ずっとね。で、怪しんでたんです、初日から。うんで、結局、まあ、4番さん初日投票してるんだけど、まあ、釣れなくて、ここまで来ちゃってる。うーん。だから4番さんの今までの考察で、結局3かみ、噛まれちゃったわけじゃないですか。うんで、そこで4番さんの考察があまりにもずれすぎてる。 狼だとすればねうんっていうとこで白く見てしまったんだがこうなってしまった以上正直迷っているいや俺これ5いくかな5番さんって ?4 番3のあとの位置だから、うん、4番3正直叩きやすかったっていうのはあるんだよねんんののだうんさんすが、ねうん、に9路はおおえねえさすがにキ路はえねえなうん 九だったらもうまあ発言聞いて決めます。九、はい、だったらもうお手上げだよ。四番のプレイヤーは発言してください。<laughs> さいえ<ー笑>えーっと、うん勝てる気しないんだけど、まあ、まずま九、あ、番さん目線からしてもどっち九番さん目線だったら私のこと多分黒く見えるだろうし、五番さん目線でも。 私だろうしっていうので、私目線高級どっちかって言われたら <laughs> もう分からんのよな <laughs>。いやこれロックオンしないの白いよ。四<ー>が一本で五しって。見事一クロを確定構えたってことはそうだよね。強人しようって言ったけど。うん。いやこれは四無駄だな。五でしょ。九一 <laughs> は思えない。九だったら見事だ。九も四。どっちも一緒か。 でも私は昨日の5番さんが、え誰かも言ってたけど、安直に私行けたのに、まあ一回白く見て8、あれかな、私最後まで残しといて、余裕で勝てるわと思ったから、あえて残したっていうのもあると思うけど、あー <laughs>、わからん。1番さんとのラインもどっちゃう。僕正直仕事はしたよね。えない例の釣り紙だよね。 名増やししてるから勝ってしいな 1>, 1占い消滅した分ーえー、頑張らないと村負けちゃうもんな頑張ろうええねえうんそうだな,、えーね、な 59C ってどっちかっていうか5番さんは正直なんか村っぽいのかなみたいな1回なんか信じてくれたところがなんか5番さんは 白っぽい、村っぽいのかなと思いました。9番さんはその後だから、どうしても順番的に後になっちゃうけど、うん、私は今んとこ9番に入れようと思って。いやー、ーーもう4、最後までミスになるんじゃないのこれ発言。発言してください。いやー、もう意外体質は。お前がいつになってんじゃねえか。どっちですか ?4 番ですか ?9 番ですかうーん。7の噛まれた意味を考えたらしいかな。1番さんとラインがあるのは4番さん。 うん、ただ4番さんはあ、私はもう初日はもう真っ暗だと思ったけど、ね、4番さんのこと。で2日目に感謝を一応釣りたくないっていうところもめちゃくちゃラインを感じるんだよね、4番さんは。うん、で9番さんはそこまで LINE はないんだよ、1と9の。あの初日、さっき昨日も言ったけど、初日の発言からね。 うん、ただそれが演技だとしたらねかなり強いんんキウマさんはいら。いくああもう超むずいな。9番さ,、えー、さんとか笑ってんだろうなもう4入れろ4入れろとかね言ってんだろうなどうなんだろう超むずいんだけど <laughs> 投票したくないぐらいむずいんだけどうんーこれ4番さん黒だったら嫌だな あ,あ、やだな、4村だったら負けると俺言っちゃってるしな、自分で。うーん。4番さん、ただ単に黒いだけなのかな、何も分かってない村なのかな。うーん。4番さんを1回村で見ちゃったからな。また黒目を上げるって言っ,たっても初日の黒いとこしかないしな。いやどうかな、これ。いや でもオオカミうまかったよ。よし決めた。うん、投票を始めてください。どちらにせよね。僕はここだったら僕が生きてたら5を抜くかな。うん。9だったら見事。もう4はもう <laughs>。4でも見事。4ってもう分かんない。分かんない。分かんない演技かもしれないから。でも誰でもオオカミだったら素晴らしいと思う。これは。さあどうなる ?4 番。4が死んだドッさーク果は ゲームじゃな人狼の勝ちです。わあ<けー>。わ <laughs> あ。<laughs> 見事。いや、九と一の初日のラインなかったよな。<laughs> むずい <laughs> むずいわなあ <noise> なたの人いるありがとうよ9白かったようまかったねー <noise> いや6が8占って8白出てたのかー生きてたらなー <laughs> 生きてたらよかったなー 生きてたらよかったねそうしたらでもそうかうーんグレ詰めれたもんな決め打ちじゃなくてねグレ詰めいけたからいやもうしもしかったですねしょうがないこれはねもうしよかったでもうんいい試合だったと思いますありがとうございましたじじ